おい、ゴードンだっけ、名前合ってるね。なかなかいいんじゃないの。でもこんなもんだろな。昨日ヒロミに勝ったからって調子に乗って今年のスーパージュニア出場宣言したな。言っとくけどな、スーパージュニアっていうのはなまだまだ先なんだよ。え、まあお前が本当にベストザ・スーパージュニアの大会にお前がこの新日本のリングに再び来れるかどうか楽しみにしてるぜ。エンセリオマジでいいね。いいね、フリップゴード。まだデビューして2年ちょっとだろ。ああ、好きだよああいうの。すげえ苦手だけど好きだよな。俺にはさ何の権限もねえよ。何の権限もねえけどさ、ベストオブザスーパージュニア来いよ、来てみろよ、言い続けろ。昨日お前が言ったことを言い続けろよ。かなうかもしれないよ、その時やろうぜ。ああ、昨日はコメントできなかったけどさ、全然それは苦手だよ、苦手。あの試合形式はさ、わけわかんない。俺の頭じゃちょっと理解できねえな。でもさ、3月6日の大田区スリーウェイタッグなんだよね。いやー、難しい難しいけど、俺とブスさんはさ強えよ、相当強え。だからさ、みんなもっと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 みんなで楽しもうぜ。世界は広いですね。いろんな、そしてまだまだ知らない選手、見たことない選手、見たことない素晴らしい選手、いっぱいいますね。世界を舞台に日本の代表たちが戦って寂しい結果を残している、私たちも日本を代表してプロレスをしている田口ジャパン、しっかりこれからもおやつで栄養をしっかりとってこの夏世界で金メダル、取りたいと思います。ジャパン、これからも応援よろしくお願いします。まだまだ、こんなところで潰れるわけにはいかないんで、サッカーワールドカップ、ラグビーワールドカップ、そして2012サッカーワールドカップ、ラグビーワールドカップ、そして2020年東京オリンピック、頑張りましょう。 Last night I made my New Japan Pro Wrestling debut by beating Takahashi in the middle of the ring. And tonight it went the other direction and Takahashi beat me in the middle of the same ring. I came here to prove that I can hang with the best super juniors in the world. Takahashi, it looks like we're one for one. So how about you come to America? How about you come to Ring of Honor? And we settle this in a singles match, one on one.